愛泉は、東園市大園区の東園国際空港と、中区を結ぶ東園早雲の早雲路線として計画されたが、大部分が東園基上早雲の事業計画に統合された。当時は、下記の路線により構成されていた。台湾省政府住宅及び都市発展局が1993年に策定した、東園都会区大衆早雲系統路線図。 1989年に政府交通部による東園都会区大衆早運系統で構想された3路線の一つで、1993年に台湾省政府住宅及び都市発展どころが計画を策定した。この時点では中運量規格での全長 20.8km、中小基上、高鉄東園駅、大鉄中駅を結ぶ計画だった。 その後中央政府組織の再編を経て、交通部高速鉄路工程局が受け継いで、策定された計画では、中駅から、さらに南方、東園県中、市の辰岡地区までを結ぶ 22.25km14 駅となった。同年7月に、行政院環境保護所から、環境アセスメントの承認も得ていたが、予算不足により実現できないままだった。 関北北の区間の本線は1990年代初期に台湾政府が計画を推進していたが2000年代以降に中央政府の財政悪化で延期された後に2003年に中央政府が民間によるボット方式での整備に改められ東遠基上早運としてかつて同様に中断されたゴムタイヤ方式で推進されていた中小基上早運と統合 台北都市運と同じサードレールでの高運量企画で一体整備されることになった。その後、東園市街地から空港へのアクセス改善策として、大鉄中、駅とも接続する要延伸計画が始動している。換気待機以南もしばらくは、愛線名目で計画が進んでいたが、機上線開業を目前に控え、駅番号などは台北からの投資番号となり、 ラインカラーの採用もなくなっている。空港以内に直通する普通車のカラーリングが青主体であったり、その後設立された桃園都市運行士の企業ロゴが青と紫であることが等路線の名残とも言える。交通部高速鉄路工程局が2000年に策定した東園都会区大衆早運系統路線図。第1期区間は機場。 第2号久し駅から空港内地下を清新し、地上に出た後に、高架で、国道2号を越えた後に並行しながら南下、高鉄桃園駅付近で再度清新、高速鉄道に並行し、東園国際防球場付近で南下し、換気待機に至る。東園空港と高鉄桃園駅の連絡も担う、ことになる。第2期区間は換気待機からそのまま中豊かじ直下を、南進し、 栄光公園付近で中世路に展示、大鉄縦貫線地下を貫き、小駅側に中駅が設置される。この区間は、空港、鋼鉄、大鉄を有機的に結びつける役割を果たす。本線と共に東園基上早運の路線計画に統合された。第3期路線として、中駅から、さらに南進市八特区のニュータウン内に設置される八、特駅に至り、 緑線と接続する2本の路線が計画されていたが、緑線の中延べ新線に組み込まれ整備計画が進んでいる。建設中の両校駅、建設中の高鉄桃園の駅。ありがとうございます。